2022年の10月7日から ET グッズが登場するということで今 SNS でかなり話題になってます ET といえばもう昔にあったアトラクションでもうだいぶ前にですね新しいアトラクションのスペースファンタジーに変わってしまったんですけどもまだ根強い人気がある ET グッズかなり今回力が入ってるかなと思いますので紹介していきたいと思います 今はもうこの画像だけでもかなりテンション上がる方多いと思うんですね。まず特大の ET とあの横のクッションだったりかなりいろんなグッズが出るみたいなのでちょっと順番にご紹介していきたいと思います。今ユニバではこのインテリアシリーズっていうのがありましてミニオンとかスヌーピーのグッズが出てるんですけれどもそのシリーズの ET 版が出るとということですす10月7日発売になります場所はサンフランシスコキャンディーズなどっていう形なのでもしかしたら入り口のお店入ってすぐの入り口の左右のお店でもお取り扱いがあるかもしれないです。で、えー、と商品1つずつ紹介するんですけども全部がね載ってなかったのであのちょっといろんなところから紹介していきたいと思います。 まずこのお皿なんですけどもしかしたら3点セットなのかバラバラなのかちょっとこのね商品は詳細が載ってなかったです。3点セットなのかバラバラなのかって感じで結構かわいいポップな色味のセットになるのかなと思います。そししてここの特大ぬいいいいぐるるみは後で紹介したたとと思いますあとこういったえと入れる 壁につけて入れるものだったりとか、この右下のものは何を入れるものなのかなっていうのがちょっとわからないんですけどもあとこういったバッジかなみたいなのもあるみたいですね。あとルームシューズや靴下これは後で紹介します。そしてこちらも小さい方のぬいぐるみとクッションもまた後で紹介します。これが、 ちょっとピンバッジなのかバッジなのかシールなのかちょっと詳細わからないんですけどこういったものも出るみたいですね。これめちゃくちゃゃく多分可愛いですよねいろんな ET がいてるので普通のロゴだけもありますしこのえっと真ん中の右側のものはカチューシャにも実はなってるタイプになるので後で紹介したいと思います。 あとはこういったパソコンされてる方今多いと思うんですけど使ってる方パソコン使ってる方向けのグッズも何点か出るみたいなので後でご紹介したいと思いますあとはメジャーメジャーとかのえっ、ー、とメモですかね DT のこのメジャーはめちゃくちゃ面白いですねあとノートノートじゃないわこの メモもすごい可愛いのでおすすめですねこういったのも出るみたいですねあとお洋服これめっちゃポップで可愛いですよねセーターになるのかなカーディガンのニットのカーディガンなのかなと、あとこちらがトレーナータイプのお洋服ですかねこちらも出るみたいですあとはハンカチのセットだったりあとちっちゃいこのミニポーチちょっと裾がねはみ出てるのが ポイントですすねね見えますか、ね、ちょっとねペロッと出てるんですけどこんなんも出るみたいですねあと T シャツも出ますね結構 ET ファンの方楽しいんじゃないでしょうかそしてこれ ET の着せ替えもできるグッズですねこの ET とこの着せ替えがセットになってるかどうかわかんないですけど このえっとねこの羽織みたいなのがもしかしたらついてるのかこの左下のは何に使うかわからないんですけどちょっとこういったのも出るみたいですね。羽織かなですね。あとは携帯の首からとか肩に下げれるタイプの。 ものだったりとかこの右下のはちょっと何かわからないんですけどこういったのも出るみたいですねこの携帯入れれるやつ今最近すごく人気なので嬉しいですねあとはポップコーンも持ち帰り用のポップコーンとクリップなどもあるみたいですあとカバンがねめっちゃ可愛いですよねカバンが2種類ありますね ちょっと小ぶりのタイプとトートバッグタイプですね。これトートバッグタイプね、いつも後ろが気になるんですよね。もう後ろは当日に行ってちょっと写真とか撮って行きたいなと思うんですけど、めっちゃ可愛いあとカチューシャですね。カチューシャ、後でご紹介したいんですけど、このカチューシャ部分のぬいぐるみが取り外しできるみたいなんですよね。そしてこの右の、右のこのちっちゃい ET は何でしょうかこれピアス、イヤリングかな。 かなと思いますイヤリングかなめちゃ可愛いいそして時計とヘアゴムとヘアピンですねこういったのも出るみたいで結構グッズとしては種類が多いかもしれないですねこんな感じですこれが一周回ってきた感じになりますちょっとね詳しく紹介していきたいなと思いますでは一つずついきますね こんな感じでまず ET 特大 ET ぬいぐるみ XL ですね。おっと特大の ET のぬいぐるみ XL ですね。めちゃくちゃ大きいです。さっき写真にもありましたけどかなり大きそうですね。これあの前にスヌーピーのインテリアシリーズでめちゃくちゃ大きい。 あのぬいぐるみみたいなのが出たんですけど抱き枕みたいなのが出たんですけどその時はえっとオンラインでしか頼めなかったんですけど今回は発売開始っていう風になってるので普通にパークで買えるんでしょうねなのでパークに持って歩けそうな感じかなと思うのでオンラインじゃなくても狙えそうなのでかなりこれは街を歩いて街というか。 パーク内を歩いている人を見かけるのが、私はすごく楽しみです。ぜひ誰か買って歩いてほしいです。で次、キャラメルポップコーンです。これはお持ち帰り用なので、お土産とか家で楽しむ用のグッズになります。この缶が残しとけるような缶に入ってるみたいなので、個別包装というか、このままに直接入ってるみたいではないので、このまま箱は飾っていただけるような感じになると思います。 そしてハンドタオルセットですね、まあ、おなじみですねハンドタオルのセットはよくいろんな種類で出てるんですけどもこ今回はこういった形で結構ポップな色味になってて可愛いなと思います2枚あるんでね分けたりもできますしいいですよねで先ほどもちらっとご紹介したこのリバーシブルクッションですね後ろがもうすでに柄がのっててこの指の有名な指が光ってる アクセントのあるタイプのクッションになりますこれもなんか可愛いですねクッション部屋に置いていてもすごく可愛いですねそしてぬいぐるみは大きさはちょっとね今わからないんですけども ET の映画の出てきた時のそのままの衣装をイメージしているみたいでしかも手も友達ってやってる時に光ってるようなおててになっててそして手は自由に動かせるみたいなので これ買うう方多いいんじゃないでしょうかやっぱ映画好きな方はこの原作に忠実なこの衣装が多分かなりヒットかなと思います。そしてクリップセットですね。3つセットになってますちょうどこのポップコーンのやつもあるのですごい可愛いですね。そしてあお菓子の食品の袋とかを止めれるようになってるみたいなのですごい便利なタイプですね。 そして可愛いルームシューズですこれはね履くとちょうどこっちを見てくれてる感じになるのでこれはちょっと欲しいですねとっても可愛い色味になってますこれから冬特にねスリッパ履く方増えると思うのでいいかなと思いますこのえっ、ー、とリストレストっていうのが何かわからない方多いと思うんですけどパソコンしてる時に肘とかを置くタイプのものになるんですね でちょっと分かりにくいと思うんで戻りますけどえっとここに乗っててちょっとアップにしてこれが限界かなちょうどわかりますかねこの肘というかパソコン打ち手を置くあのクッションみたいな感じになるものになります。これ結構ねあのパソコン仕事すする人はすごい便利なんで 多分欲しい人多いかもしれないです。でもちろんパークの中でこう。あの遊ぶのにもぬいぐるみというか、こうみんな友達ってやって写真撮るのにもとっても便利な可愛いものかなと思います。それがこちらになります。そしてこのダイカットメモですね。いろんなタイプの4種類かな？入ってるみたいです。大とショートあるみたいなので。 いろんなシーンで縦が立置きができる形になるのでインテリアとして飾っておくのもとても可愛いタイプになります。そしてえっと缶あこれ缶バッチついてるんだ。缶バッチとウォールポケットセットですね。缶バッチをこのウォールポケットのあちこちにつけたりとか、あとはパークに持っていく時の看板につけたりするのにも可愛いタイプです。お家でいろんなものを収納するときに壁に あの取り付けて収納すると例えば、えー、と DM のはがきだったりとかクーポンのチケットとかそういったものを入れたりするのにも便利ですね。で先ほどなかったペンケースですね。ペンケースは懐かしいですなんかィンテージ感あるような,なんか昔よくここに筆箱でねいろいろ「筆箱」って今言わないんでしょうね。<laughs> ペンケースになってます。いろんなもののを入れてちょっとこの缶の 入れ物っていうのが懐かしくていいですねアルミの缶になってるみたいですそしてパソコンケースです多分ん13インチまでのパソコンになるのかなと思いますパークは15インチとかは多分置いてないので13インチのパソコンケースになるのかなと思いますちらっと見えてるタイプで後ろのデザインもすごく私は気になりますどんな感じかなーという ふうに思ってますそして先ほどご紹介したカチューシャですねこれなんと上のぬいぐるみが取り外しできるのでこれはかなり、えー、皆さん求めてるタイプではないでしょうかどうしてもかわいいタイプでも取り外しができないものしかパークなかったのでこう無理にこうちょっと切ったりとかして外してる方も多かったんですけど取り外しできるっていうのはかなりいいですね。ぬいどりに使うこともでできるので かなりおすすめかなと思います。そしてソックスですね。両足揃えるとあの友達ってなってる感じになるようなものになってます。まあ、今からの時期にちょっと短めのソックスは履きにくいので、この長いソックスになってるのがポイントですね。今まで置いてるものはこう短いものがほとんどだったので、ちょっと今からの時期ですね。そしてこのカーディガンですね。これめっちゃ めっちゃ可愛いいいでですすよよねね色味がレトロカラーにしかもこのボタンがめちゃくちゃ可愛い月になってるんですね多分ねまさかミニオンのバナナではないと思うんで多分月かなと思うんですけどそれか ET の買おうかないや多分月月ですね一番下が あの三日月からどんどん進んでいって一番下が多分これあの満月を表現してるタイプだと思うんですよなのでこの色味がすごい可愛いですねめちゃくちゃでさらに続きがあってこの T シャツですね T シャツの上に先ほどのカーディガンを着るとめちゃくちゃ可愛いかなと思います ダメージプリントってなってるみたいなのであと長さとか大きさがどんなもんかなっていうのはちょっと見てこようかなと思ってますあと後ろのデザインとかあればねあとトレーナーですねこれポイントなのが袖口にもあの ET の有名なあの自転車に乗ってあの月に向かっていくシーンが表現されているのでこれめっちゃ可愛いなと思ってます。これ絶対ポイントですよね これからの時期にぴったりなトレーナーのタイプになるのでめちゃくちゃおすすめですね。でユニはの紹介はここまでしか載ってないんですよね。なので先ほどご紹介していたようなあの他のシリーズあの食器とかこの食器とかも載ってないですしあとこのぐらい載ってましたよね。でこのこれ気になるんですよねこの。この何っていう。これ何入れるんだろう携帯入れたりとかするのかな これがすごい可愛いんですけど何も乗ってないですね。あと先ほどの ET のソックスの後ろは実はこの子がいるのでこれもねやっぱりあの見てみないとわからないシリーズで可愛いですよね。これはありましたよね。でこれですよねこれピンバッジセットなのか何かシールセットなのかわからないですけどこっちも気になります。でこれ乗ってましたね。これあとメジャー この ET のメジャーもあるみたいなので、これもすごい当日気になります。服はご紹介しました。あとこのポーチですね。ポーチも公式には今発表されてないんですけど、絶対あると思うので気になります。あとこの着せ替えですよね。着せ替えはね、すごい多分売れると思うんで、すっごい楽しみに当日見に行きたいと思います。あとこの、これですよね、スマホケース。スマホケースめちゃくちゃ多分これも 人気出るんじゃないかなと思うので色味も可愛いですしこれもちょっと当日行っていきたいなと思いますこれありましたねあとバッグの紹介なかったんでねこのバッグも大きさとかフォートバッグはまあ A4 が入るぐらいかなと思うんですけど左のバッグの大きさとかちょっと斜めがけできるのかただ単に手持ちにするタイプなのかちょっと気になるので見ていきたいと思いますあと先ほど紹介してたなんですけどこのこれですよねイヤリングかピアスかですね これも気になりますあとこれも載ってなかったですね。ヘアゴムセットかなあと,と時計ですね。っていう感じになってます。一応こんな感じでお部屋の中とかを全部飾れるようになってるみたいなのであとここにねいろいろ載ってるんです。あプレートセットはやっぱ2枚ですね2枚セットのプレートになってます。あとマグカップは別売りですねやっぱりね。 ラバーマグネットあマグネットですね先ほどのマグネットのセットかなになってますねあと先ほどの ET の顔がちょこんと出てるあの水色のやつは小物入れみたいですねとかあるみたいですちょっとそのほかにももしかしたらあるかもしれないのでちょっと当日見に行ってみたいと思います皆さん10月7日の発売になってますので皆さんもよければ見に行ってみてください。 では今回はこの ET グッズのご紹介をさせていただきました参考になった方はいいねボタンまたチャンネル登録していただけると嬉しいです今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました失礼します